センスなさすぎじゃないですか。まっすぐ進まないもんですね。また傾いてきたね。どこでやります？とりあえずもうちょっと出ない。後ろから船来てるからね。止まるときでどうする？こぐのやめたらいいんじゃないですか。絶望的に下手くそじゃないですか。早く進んで。いやいや、すごくないから、まっすぐ来いでください。戻されてるから、どんどん。釣りにならないじゃないか。どんどん戻ってない？やってんだよ。そのさ、回転させないと。ちゃんと。もう何分かかって V までたどり着いてるんですか、マジで。はい、紐を接続してください。気をつけてね。やっとやっとです。釣りしていこう。やっと差を出したじゃないですか。すいません。しかもちょっと自分で漕いでるのに酔ったんでしょ。荒すぎました、運転が。なんかアキくんが酔ったっていうことでね。寄りましたね。酔ったでしょ。未だ超過はないですね。ないですね。せっかくオートまで出したのに。ちょっと何かあげたいですね。ああ。アキさんがサボってますね。完全にもうあの釣りを僕だけに任せて、本当に酔ってるし、全然もうなぎぐらいの感じだと思うよ。全然ないよ、波ないんですよね。波ない方だよ。 そうですね。それで酔ってるんだもんな。酔ってる場合ではないですよね。釣ってちゃんと、もうやる気ないもん。そのキャストがもうやる気ないよね。聞いた今のあのキャスト音、シッみたいな。めちゃめちゃ近くに着水したじゃないですか。もうかれこれアキくんは30分近くずっとこの体勢ですね。全く釣り竿を出す気配もなく、ここから動いたらちょっとやばいかもしれない。なんか当たりが来てるんだけど、ほら今も当たり来てんだけど、これが何なのか分かんない。魚種が分かんないから今ちょっと待機してる。さっきからねこれでバラしてんだよね。分かんない、何の当たりなのかが判断できない。となんかアキさんがもう限界だと、もう吐くということなんで、ほとんど彼はね何もしてないんだけど、今もう岸をね目指して漕いでおります。全然進んでないんだけど。ぐるぐる回ってんだけど。距離感が変わらんのよね。なんでそっちに曲がり始める。
そう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 。そっちそっち。そうそうそう。そのまま真っ直ぐでいいよ。真っ直ぐって、まあちょっとずれてるけど、とりあえず真っ直ぐでいい。真っ直ぐじゃないよ。真っ直ぐじゃないじゃん。なんでどんどんこっち、右方向に流れていくんだよな。右の方が強いかな。もうね、人にね、バシャ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 水はかけるわ。酔ったとか言って、もう釣り中断するわ。何なんだろうね。いや、本当に申し訳ないです。しかもなんかボートから降りて、なんかフラフラになりながら、漁港行きますかみたいな。何なんだよ。浄土ヶ浜ビーチって何ですか。いや、浜で多分もうビーチっていう意味はさ、ついてるわけですよ。浜の、英語がビーチだからさ、浄土ヶ浜ビーチっておかしいからね。浄土ヶ浜、そうっす。ビーチビーチになっちゃいます。結局船釣りは酔ってしまって、はい、正木漁港ですね。はい、はい、じゃあここで決めましょう。はい、決めましょう。おお。あれですよ、初のタモがカゴです。あ、ダウチもあれですからね。初のタモは確か僕が風で飛ばされた時の釣り糸かなんかを回収するために使いました。魚釣るため、取るためのものですからね。やばい、秋がライトを取りに行ってる時に何かかかった。まずい、これはまずいぞ。釣ってしまうか。あ、釣れました。何ですか。秋さん、こいつ何です、魚で。ハイナメのちっちゃいのじゃないですか。ハイナメですか、本当ですか。そういかな、ちょっと見えない。ハイナメですかね。ハイナメのちっちゃいのっぽくない。それそういかな。そういではない。判断できねえのかよ。約15。はい、返します。いや、ダメでしたね。はい、全く坊主でした。いつもですよね。そうですね。いやいや、まあこんな日もありますよ。はいはい、あの夕食を食べて、はいはい、まず沿岸にいるんで今、はい、内陸に戻って夕食を食べましょう。はい、わかりました。
今夜の7時56分。はい。はい。だいたい今の時期はまあこんぐらい。夏場は本当に9時とかまで頑張るけど、はい、まあ、このぐらいまで頑張ってダメな日はもう帰ると。はい。はい。で内陸行ってご飯食べて解散っていうパターンが。はい、そうですね。はい。普段の祭りに出かけた日の日常風景ですね。はい、はい、お道の駅太郎で今回はちょっと休憩して内陸に戻ると。はい、はい、佐々木屋さん、はい、まあ我々ここでご飯食べて帰ることが多いですよね。そうですね。はい、ということで今日もねご飯食べて解散ということでね。はい、はい、夕飯も終わり、はい、あとは今日のやつを僕が今から家帰って、はい、明日の出勤前までに、編集終わらせて配信予約をかけると。よろしくお願いします。はい、では解散。